どうもこんにちは、たっかきっちです。ちょっとね、最近ね、このオープニングのたかきちをね変えたんですが、はい、スライムチャイムでね、こんな風に書いてありました。はい、ドン、はい、たっかきっちですのが良かったっていうね、はい、っていうコメントをいただいたので、ちょっと変えていこうかな。あれ意外に気に入ってる人いてくれたんだなと思って、ちょっと嬉しい限りでございます。はい、はい、今日はですね、こんなね、コメントをいただきました。はい、ドン。以前ね、闇縛りの動画を出したんですが、これスキルアップと素早さアップ、どちらが使えるか検証希望ですということで、まあこれも結構僕もね知りたいんだよね。うん、やっぱりね、状態異常といえば器用さじゃん。まあ、さらにはそんなね、器用さのスキルラインに状態異常成功率アップ、これ2つ入ってるんですよね。なので、まあ闇縛りに関してはこちらかなと思ってたんですけども、どうやらですね、この器用さより素早さのがいいんだぞ、器用さなくても状態異常ね入るぞといったね、まあコメントもあったので、ちょっとね、これからね、まあこの間やったモンスターで検証していきたいと思います。はい、まずは今期ね、新しく宝珠が追加されたキラーシーカー。まあ、これもね、ちょっと動画で、ご紹介させてもらったんですけども、キラーシーカー、とにかくね、宝珠を取りに行くのにめちゃくちゃ辛いと、まあ、言ったお声があったんですが、僕の動画で闇縛りを連れてくとめちゃくちゃ楽になるぞ。まあ、獲物 4B4 でも結構状態異常がすごい効きやすいので、楽になるぞっていう動画を出したんですが、このキラーシーカー、まあ、どっちがいいかのか試してみたいと思います。まずは、器用さに持ってます。今器用さに持ってます。ちょ、リングしとこうね。まあ、器用さに持ってるので、まあ、前回同様、まあ、こういったしびれ、はい、呪いも効くね。しびれも呪いも効きます。さらにはしびれも呪いも、はい、ボンミオスもかかるし、呪文耐性も下がるし、幻惑にもかけます。よいしょ。ここ、まあ、素早さを取ることによってどうなるかというと、まあ状態異常成功率アップ、あれがなくなるんですが、まあ2回行動とかもあるので、よいしょ、結構ね早めに倒せるっていうのがね一番でかいんじゃないでしょうか。さあ5匹呼びました。まあ、これでね、はい、どん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 ダメージを与えていく。まあ状態異常のねデバフが乗ってないやつはね606とかいうダメージしか与えないんだけど、まあ、これを状態異常ガンガン乗れば、お、危ない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 、はい、幻に積んだね、呪いにも積んでるし、はい、まあ、ちょっと敵が分散しちゃってよく見分けがつかないんだけど、はい、呪いにもかけたし、麻痺も、かけていくっていうね、超強いよね闇縛り。まあ、これがね、清さ森の闇縛りとなっております。はい、ドン。まあ、わりかし状態異常にかけやすいと思うからね、このキラーシーカーね、かなりね効きやすいのではないんでしょうか。はい、続いて、こちら闇縛りね、素早さアップに変えてきました。まあ、器用さのスキルラインと違って状態成功率が2つあったので、まあ、どれぐらい状態異常にできるかだよね。まあ、ただあんまり変わらなかったらその分ね2回行動できるので、まあ、敵をね殲滅できる時間は減るよね、早くなるよね。普通に状態異常入ればいいんだけど、おっと、ええ呪いも麻痺も入ってるね普通に。よいしょ。さあ呪文耐性も下げてる。よいしょ。さて、攻撃力も守備力も重さも、あんまり変わらないってこと。よいしょ。うわ、まずい、ちょっとしばきち死んでる。助けてあげて誰か。聖者の歌、聖だ、しかもダブル聖者の歌。ちょ、早く君たち、ちょ、ザオラに普通にやってほしいだけなんだけど、はい、さあちょっと待って、うーわひどいな。さあでも、ああいいね、しびれも呪いも、はい、入ってく。あでも麻痺がちょっと効きづらくなってるのかなって思うな。さっきもっと麻痺入ってたよね。まあ入らなくはないけど、入らなくはないけどね、ちょっと麻痺は先ほどより入りづらいのかな。気持ちいいね、気持ちいい、気持ち入りづらいのかなって思うんだけどね。さあしっかり闇縛り、
ちょっと向こうにはまってるんだけど、こっち来てほしいんだけど。南芝居ジバルンバがあるから動けないんだもんね。あーでもノエムガンガン入れてるしな。まあでも攻撃力ダウンだとか守備力とか素早さダウンとか呪文耐性ダウンとかは結構入るよね。麻痺がちょっと入りづらいのかなっていう。みんなバラ切るからちょっとバラ困ってるね。あーでも2回行動したね今。まあ、死神のピアスを合わせてよいしょ、ターン行動回数が増えればね、だいぶ手数が増えれば火力は上がるんですけどね。危ない、よいしょ。さあ来い。幻惑も入ってるよね結構。おろろん幻惑でも入ってなくない、そんなに。あでも入ってるか、幻惑入ってるね。まあでも普通に入ってるのか。さっきのがでもなんかちょっと安定してたような気がするな。まあでも麻痺かかってるっちゃかかってるけど、さっきよりなんか麻痺はかかりづらくなってるな、さすがにね。まあ、でも多少誤差なのかな。続いて三将軍。まあ昔ねちょっとね動画出したことあったんですけど、実は闇縛りね、この三将軍にもね使えるんですよ。うん、まあ、ちょっとね前の動画では出さなかったんですけど、まあ、特に、まあ、義明将軍、まあ、微妙にね幻惑がちょっと聞きづらいっていうのがあったんですが、まあ、清さアップをまずね入れてるので、まあ、その辺をねちょっとね見ていきたいと思います。清さアップでね、はい、どうぞ。さあちなみに闇縛り1人で、敵をね討伐してもらいます。はい、さあまずは呪縛。あの呪縛呪いと、そっか麻痺だから効かないよね。お来たね。めあ幻別んだけど牛名、あえ牛名に、あまあそう聞いたか、牛名に幻ついてるね。はい、さあモミノンがちょっと封じられましたけど、特技がまあ魔法さえ封じなきゃいいね。さあ攻撃も下げて、すごいな、めっちゃくちゃ下がってるけどね、状態上てんこ盛りだよね。あ、あ呪いもかけてる。まあちょっと聞きづらい程度なんだろうね。まあただ清さだとね、うおめっちゃ強いダメージ。さあ呪いもかけて、幽冥将軍がね幻惑に入ってるのがちょっとすごいよね。結構ねスパークショットとかね、はたまたねなんだろうな、占い師の幻惑やってたんだけどね、だいぶ聞きづらかったよね幻惑ね、幽冥将軍ね。まあ、ゴリオンは結構効くっていうイメージなんですよね。さあちょっと自分来て、ちょっとお願い、なんかやってくれ、なんかやってくれ。さあ嘆きの霧さきた。さあ猛毒マード感覚、さらに猛毒もかけて、よいしょ。さあ冥府の光でダメージ与えてくる。うー強いね、もうダメージ上限いってるもんね。よいしょ、まあ、やっぱり器用さラインだと結構効くね。よいしょ、よいしょ、おーいいね、大3999上限いっぱいダメージ与えるからね、強いね。しかも幻惑とかデバフ入ってるから全然ダメージもね食らわないからね、死ににくいっていうね、かなり安定した討伐ができるんじゃないでしょうか。さあボリキーロー、さあボルキーノコラッシュ、まあ、闇縛りにはダメージ与えないっていうね。よいしょ、いいね、ゴリオンはちょっとタフですけどね。さあ鉄球分回し、ゲーム書いてるからそう大丈夫でしょう。はい、このこっから当てますからね。まあ今日は闇縛りが強いぞっていう動画じゃないので、まあ、言わないんですけど、あ結構離れたとこからダメージやって、あ混乱も入るんだね。よいしょ、さあ冥府の光の
挑発と。さあ時間にして、3分1秒ですかね。さあ続いて、はい、素早さアップの、スキルラインを取りました。さあこれでねどうなるんでしょうか。まあ、特に牛名将軍に幻惑が入るんであれば結構まだあんまり誤差ってことだよね。牛名将軍にねちょっと幻惑入りづらいっていうイメージですからね。おお、のめもしっかりかけてるね。さあどうなんでしょう。コマンド感覚呪文とかサイズも下げて猛毒もかける。さあ冥府の光、これはダメージアップだよね。さあどうでしょう、守備力重さも軽くなって、あれ幻惑は入ってなさそうね。お、 HP、 あでも変わっ、あんま変わんないような気がするんですけどね。呪いもかけてるね、しっかり。でも幻惑はちょっと入ってないよね。あれ入ってんのか、ちょっと分かりづらいんだけど。おお、さらに幻術、あーでも有名将軍入ってないね幻惑にね。まあ、呪いとかのねコンボは結構食らわしてるけど、あでもうわ早いわ。あとこんだけコンスタントにダメージ与えれるだったら別に素早さでもいいような気がするんだけどな。よいしょ、あーでも早い早いね。幻惑まで、ただ偽名将軍に幻惑入ってないよね。そこは気になるんだけどね。あ混乱にも刺してる、しっかり。よいしょ、さあ呪いもかけてく、3190。よいしょ、あさらに幻積んでる。まあゴレオンはね幻幻惑入りやすいですからね。よいしょ、あでも早い、行動回数が早いと。あはい、ありがとうございます。2分4分1分早い。ただ僕思ったんだけど、器用さライン、スキルラインを入れてるときにダメージ見ると3999というダメージが結構出てたのね。なんだけども素早さだとダメージちょっと減ってたよね。まあ、3002とか3376とか3120とかね、ダメージがちょっと減ってたので、まあ闇縛りって状態異常を入れるだけ入れたらダメージがアップしていくので、ダメージが減ってるってことは状態異常が入りづらくなってるってことなんだよね。はい、続いて逆にちょっと状態異常変化が効きづらいモンスター、こちら S キラーマシン。この S キラーマシンが攻撃力低下が結構効きづらい、そして守備力、行動感覚、重さ減少、さらに混乱が効きづらいのかな。うん、麻痺も相当効きづらいで、幻惑と毒が効かないといったねモンスターとなっております。とにかく状態異常耐性はね結構高いモンスターとなってるんですが、まず最初に器用さでちょっとね行ってきたいと思います。ドン、さああとは闇縛りちゃんに任せて。よいしょ、さあ呪縛、やっぱりちょっと呪いとか麻痺はねちょっと効かないよね。さあボミオスと呪文耐性も下げたね。でも1521とかダメージそこそこ与えるんだね。ちょっと冥府の光じゃなくね、おっと状態異常をちょっと変化させてほしいんだけど、器用さ入りで器用さスキルでここら辺ぐらいまでなんだ、ちょっときついな。まあ、よっぽどこのモンスターあんま行くなって話ですけどね。だったら違うモンスター連れて行って、あ呪いかけてるし、あ効くんだね。まあ、やっぱり幻惑とか効きづらいんだろうね。さあヘナトスも入って、ボミオスは1回、呪文耐性低下も1回、呪文耐性も下げたね。やっぱそこら辺なんだろうね。まあ、やっぱ麻痺がちょっと入りづらいよね。おいいね、ナイス。
重さ減少は入ってないよね。やっぱり聞きづらいのかね、重さ減少は。でもボミオスもわりかし行動感覚延長入りづらいというモンスターの割には1回入ってるもんね。まあだけどヘナトスと同じぐらいは入らないのか。ボミオス1ぐらいしか入ってないよね。よいしょ。ちょっとごめん、スーパーハイテンションだから怖いな。ちょっとまあいいか。あ、重さ軽くなった。重さ入ったね。あ、ボミオスも入ってる。よいしょ、2421。さあ、さすがにやっぱり麻痺の上も入りづらいね。あれでもね、あ、呪いは効きづらいってなってるのね。うん、下から2番目ぐらいだね、呪いは。でも一応かけてるんだね。あ、コマンド感覚延長した。さあ、ボミオスも入りました。さあ、続いてエスキラーマシン素早さの、スキルラインを取りました。まあ、これでね、どれだけ、まあ、状態変化効くのかな、どうなんでしょう。ちょっとやっていきたいと思います。さあ、先ほど素早さがね効きづらいとなってたエスキラーマシンなんですが、しっかり入るんでしょうかね。数こなせば何個入ったね。あー、でもどうなんだろう、素早さだけだね今。1122、まあ、ダメージはいいよね、どうでも。まあ、いわゆる状態変化だよね。これでブーメラン持ちとちょっとね、組んでいかないと状態変化が入りづらいとかだったらちょっとしんどくなるしね。あー、だいぶダメージ入れてないね。ちょっとスタートアタックしとこう。あー、呪い、でも呪いもかけてる。いや、でも確かにヘナトスと、ちょ何してんのあいつ。あっぷらよいしょ。エナトスとあれ入りづらい。あ、これはちょっと入りづらいかもしれない。確かに。ちょっと倒そう、グレネードの方倒そう。僕あー明らかにちょっと入りづらいわ。やっとコマンド感覚、あ、でもヘナトスとルカには入らないね。なかなか入りづらいと思う。やっぱ入んないよね。呪いとか入るんだけどね。あれでも素早さの方がね入りづらいってなってたんですけどね。あー、やっと呪文耐性下がった。うーん、手数で状態上変化ガンガン入れるのか。あー、でも器用さの方が良くないこれ。ダメージアップするからね。まあ、先ほどもそうだったけど、やっぱりあのダメージが、なんだろう、状態変化が入りやすい敵だったら別にいいんだけど、状態変化がね入りづらい敵だったら器用さの方がいいよね。ただ そこにそのモンスターを連れてくかった言ったら連れてかないよね。だったらブレスでいいよね。今日闇縛りの、スキルラインは素早さなのか器用さラインなのか、どっちがいいのかっていう、まあ、動画でした。まあ見たところ結論を言うと、状態異常変化が入りやすいモンスターは素早さスキルでもいいんではないかと。うん、まあ、行動回数を多くすることによって、まあ、状態異常攻撃をして、まあ、入れやすくなる。まあ、回数多ければ入れやすいっていう ねメリットもあるので、素早さ行動でいいと思うんだけど、まあ、キラーマシン、スーパーキラーマシンみたいに状態変化が入りにくいモンスターはやっぱ器用さじゃないとね入りづらい。まあ、ダメージもねやっぱりその分通りづらくなっちゃうので、まあ、そういったモンスターを相手するには器用さラインの方がいいんではないでしょうか。っていうか、そういうモンスターはね別に闇縛り連れてかなくていいよね。ブラウニー連れてけよって話なんですけどね。まあね、あのバトルX連れてけよって話なんですけどね。うん、まあ、結果の言えばアンドリアルだとか、まあ、おそらくねイーギは、まあ、三将軍とか、まあ、状態異常もともと入りやすいと思うので、まあ、そういったモンスター相手するには素早さのスキルラインではいいんではないんでしょうか。はい、まあ、ちょっとでもねダメージが気になったよ
まあ、ちょっとでもダメージを多くしたいよ、3999上限いきたいんだよ常にっていう方は気を押さないのがいいとは思います。そういう方はね、うん、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。